はい、今日はですね、ちょっと真面目に、日産自動車が緊急回避の性能を、飛躍的に向上させる技術っていうのを、体験させていただきます。で、その担当の飯島です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。と、今回お乗りいただく試験車両は、周りのですね、空間を正確に把握して、その中にある物体の動きも遅れなく捉えて、その情報をもとに正確に緊急回避、それを差し迫る状況の中で次々と変わる状況を、変化を捉えて、瞬時の判断で回避していくという姿を車で実現した、それをご体感いただきたいと思っています。楽しみです。はい、映像をお楽しみに。はい、はい、じゃあ行きます。はい、これは、なるほど、ほう、今何もしてないわけですね。してないですよ、してないです。ご覧になってた。これはすごいな。いや、飯島さん、驚きました。特に一発避けるだけは自分でもできると思うんですけども、その後に子供が飛び出してきたっていう、そのもう2連続されると、ちょっと人間技じゃもう無理ですね。でも実際に避けることができる可能性があるならば、避けてくれる運転手の車に乗りたいですよね。それを何としても実現していきたいと思っているんです。それが今日の技術です。いや、自動運転の一つのあり方っていうか、こうやって使う自動運転こそ、これからの車に求められているのではないかと、っていうふうに思いました。ありがとうございます。どうも今日はありがとうございました。